コメント来てますけど、ゆうやさん今とりあえずちょっと訳ありな感じで今あれなんで、またちょっと多分これから来てもらえると思うんですけど、ちょそれまでまたいないよね。うん、コメントめちゃめちゃ待ってますけど、まあ訳ありっていうか、まあ訳ありってわけでもないんですけど、まあちょっとね、やっぱお忙しいんで。ゆうやさん、え、嘘、この間大炎上したの、それ知らない、マジで。ゆうやさん大炎上してない。じゃあちょっとそんなことも含めながらちょっと会話していこうと思うんで、一旦 CM どうぞ。すいません、訳ありって言ったんですけど、単なるあれです。ちょっと待って、お前正直ミーティングです。勝手に始めたのおかしいやろ。ミーティングです。単なる、なんで起きてないのか。単なるミーティング、あー来たー、ミーティング終わりの皆さん、あー来たって、あー来たって、いや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 、ライトチームやってると俺でしょ。なに、皆さん、なんで司会者みたいに。え、違う、皆さん違う、だってもう始まったんですもん、時間が、いや、お時間が、いやいやいや、だって、いやいや、ま、待っとればいいやん。出ない方がよかったですか。なんで待っとってくれんの。あ、なんかちょっと俺、先走っちゃったみたいです。なんか、すいませんなんか、ゲストじゃないわ。ちょ、始めますわ。あ、もう、ちょうど終わりました。あ、終わった今。今ちょうど僕振らせてもらって、もうほんとに、まあ、始めたばかりなんです。あ、マジ。え、これいつの。今日、今買ってきました。あ、もちろん。それはですよね。それはね、それはもう当然のことですから。ありがとうございます。皆さん、ゲストが来た、めっちゃ来てますよ。ゲストじゃん。いや、もう皆さん、めっちゃ燃えてきますよ。もう今日もエースの家からこれが出勤、もういっぱい来てますよ。いや、もう何でもいい、何でもいい、もう何でもいいっすか。もう何言ってもらっても買わないええ、皆さん、僕なんか今コメントしたんですけど、うん、なんかこの前の放送大炎上したらしいじゃないですか。ああ、いや、すごい。いや、この前大炎上したみたいに撮って、なんか、いや、ジュージ君が来てくれて、それでなんか炎上して、あ、それでってことなんですね。なんで出るんやろって言うけど、ちょっと暑い。ええ、暑い、確かに。ちょっとスタジオも確かに暑い、ちょっと暑いだし、もう僕も言うと、今なんか知り合いのバーで飲んでるって言ったから電話したけど出なかった。ジュージさんですか。ちょ、鉄、え、俺ですか。今電話したで、今バーまで見に行ったの。電話してほしい。なんか鉄も今、じゃあ3時にスタジオにいてって言われたんで、僕で、ぷよぷよ、ぷよぷよじゃないでしょ。結構筋肉すごいでしょ。ぷよぷよって言ってる人いるじゃないですか。触ったら分かります。ちゃんとめっちゃムキムキっすよ。皆さんってか、なんでムキムキになるの僕なんですか。いや、なんか亀田光輝尊敬してるからそうそう。皆さん、亀田光輝尊敬してるんやったら、この前で倒しに行ってくださいよ。いや、この前のね、分かる人分かるかな、ボクシングのありましたよね。ほんまにぷよぷよかな、ちゃんと。いや、ぷよぷよっていうか筋肉ですね。ね、筋肉もそうじゃないですか。ね、あ、神勝とわさんね。そう、普通に、そんな、まあ、ちゃんとしてない。どうですか、ちなみに。ちゃんとしてます、皆さん、コメントいただければ。あ、いや、赤ちゃんみたいな、いや、赤ちゃんみたいな。もう俺らのこんなんもねーみたいな話だけど、でもね、そう、先週のジュージ君の、いや、それ俺めっちゃ気になって。じゃ、なんか連休中に LINE してて、なんか最近、まあいろいろお互いね、ラブグループの、あー、ラブグループ言ったらもうジュージ君と俺じゃん。まあ、それはもういないです。すごい、話してて、そう、それね、まあ、あー、なるほど。まあ、ジュージさんからね、多分この前言ってたから言っていいと思うんですけど、
まあなんかね、そうそうそうあの件とかね、こうエースもね、今日締め日だったよね。ですよね。で、ほんまにもう、あの見事に僕ナンバー2になっちゃって、すごい、もう飯田さんのナンバー2ってイメージないですもん。なんかいや、なんかもうまたね、一から頑張ろうかなと思って、ちょっと今日機嫌悪いのかな。まあ多分、まあまあ普段ね、不動のナンバー1の飯田さんなんですけど、 ね、やっぱりね、まあまあでもナンバーワンの人が、まあ、バースデーだったんだけど、バースデーとか ね関係ない、正直。で、ゆうやさん、俺なんか、あの他の人がバースデーあってもなんか基本もなんか別に関係ないし、俺ナンバーワンですよ。そうだからまあ、っていうイメージなんですね。そう、今日はもうね、あ、ナンバー何だったっけ。ナンバー僕20何ぐらいですかね。20何ぐらいです。え、ゆうやさんのナンバーが従業員20人もいないし。あ、20人もいないっすね。従業員いないから。いや、内勤回すよな。あー、内勤回したら、はい、内勤回すと20ギリギリぐらいいるから、20人ぐらいかな、20人ぐらいかなと思って、うん、はい、ちなみに内勤さん多いからね。そう、内勤さんより売り上げないっていうの、いや、つらっつってね、うん、気まずいから、ね、ほんまに少年みたい。いやいやいや、こびってないでって、やめてよ、こびってないでって。いや、ほんまにね、もう、え、皆さん、ちなみにどうですか、まあ来月豊富と言いますか。いや、なんかでも一回ちょっと初心に帰んないとね。でも俺、ゆうやさんって結構謙虚なイメージあるんだよ。まあ僕が謙虚って言うとなんかすごい失礼な言い方かもしれないですけど、なんかこう、別に威張り腐ることなくっていうか、俺の中のゆうやさんのイメージはなんかその感じなんですよ。ゆうやさん、豊富ください、今日来てます。でもなんか、やっぱね、来月毎月ナンバーワンってやっぱ難しいよね。ええ、いやいや、V12 取った人が何言ってるんですか、皆さん。いや、まあ、いや、いや、1年間ナンバーワンでいいっすけど。いや、でも、本当に売れてる人ってやっぱずっとナンバーワンなんだろうけど、でもやっぱりなんか誰かしらやっぱイベントとかで売り上げ上げてくるし、まあ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 、まあ、やっぱりなんかなんかあるよね。貯めて貯めてバーって使う人もいるし、なんかやっぱその毎月ナンバーワンって、逆に皆さん、え、 V12 ってどういう感覚なんですか。え、もうなんか調子乗ってたね。ああ、いやいや、ゆうやさん乗ってたんすか。もうなんか、あ、別に今月も俺ナンバーワンでしょって調子乗ってたけど、今なんかもう今違う、今なんか、あー、その感覚になるんですね。我に返った一回、うん、夏木家に戻りました、うん、いや、なんかもう V12 とか、うん、まあ僕それこそナンバーワンも一回もそうでもないですけど、待って、KG、 やっぱり KG が好きな人来たね。いつも、あ、出た、いつもコメントもらえる人、いつもあの KG の担当さんとホテルにいて、ホテルにいながら見てくれる、毎回見てくれる人ですね。この前バリアンでしたっけ。そう、この前バリアンですよね、確かね。いや、また来たか、KG の人。いや、いつもありがとうございます、ほんまに。もういつもありがとうございます。なんか嬉しいです、そういうふうにコメントもらえるの。でもなんか先週はなんかあのコメントしてくれる女の子同士で、いや、わかります、会話してましたもんね。そう、喧嘩してたよね。もうなんか俺らの会話も無視みたいな感じ。あ、グルダン担当いるね。今日グルダンの担当と一緒にいるんだ。GD。 いや、俺も酔っ払っても画面で見てるとあれですけど、めっちゃ 305? グランシェリオ。グランシェリオどこですか。これリアルっぽいよね。いや、多分俺リアルだと思うんすもん。だってえ、これ今も仮にグランシェリオに聞いて305マスターも本当のことっすか、ね、完全に。グランシェリオって分かんない。グランシェリオってどこら辺ですか。ごめん、グランシェリオっていうふうにね、え、皆さんレンタルルームって言われますか。あ、違う違う、多分その何何あの、皆さんこの前なんかレンタルルームみたいな、あの、ホテルの話で俺レンタルルームみたいな話しとったじゃないですか。あ、ネックレスしてる、ネックレスしてる、ちゃんとネックレスしてる。めちゃめちゃお高いやつ。うん、え、あの、ちょっといやらしい話なんですけど、そのネックレスでおいくら10万円ですか。120万。あ、120万。もう一桁、もう丸一個多かったわ。もう丸一個多いわ、それは。え、皆さん、いっぱいコメント来ますよ。そのレックス誰かもらったな。いや、自分で買った。え、皆さん、どこのレックス来てますよ。もうこのね、クロスの形を見れば分かってもらえると思いますけど、自慢じゃないよ、別に。クロムハーツでございますよ、もう。それはもうクロムハーツだよ、もう。本当にネックレスがかわいそうじゃないよ、もう。皆さんがかわいそうだ、逆に。もうトンチンの近く、トンチンの近く。え、でもさ、はい、なんかさ、
担当といつもホテルで一緒に見てるよっていうコメントのする人いるじゃん。はい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 、そうですね、バリアンとかね、うん、本当にいるのかな。え、でも逆にだって適当にコメントしてグランシャリオっていう、まあ、名前を出すの、名前が出んのかな普通に。え、でも仮に本当だとしても嬉しくないですか、担当さんが見てもらってるってことは。もうしかも毎週じゃないですか。でもワンチャンするさ、そのさ担当よりも俺のこと好きなんだよ。いや、ワンチャンどころか、うん、まあ、2チャン、3チャンありますね、ね、それは。あ、担当お風呂入ってんの？ああ、担当、その隙に見てる感じね。担当お風呂入ってんだ。あ、じゃあ担当さん、ちょっと30分お風呂入ってんだ。担当お風呂入ってる間に、うん、今これ見てくれてるんだね。じゃあ30分お風呂入ってください。大体そんぐらいですかね。うん、そうなんだ。バリアン、バリアンナウ、バリアンいる人もいるの？あれ、待って、これ、バリアンナウの人はもともと日じゃないですか、それ。でも最近バリアンとか、女子会とか流行ってるよね。最近ラブホテルで女子会するっていうのが流行ってるんだよ、最近ですか、うん、でもなんか、女の子と女の子入るとなんか罰金とかじゃないんですか。なんか看板がある、その俺女子会割りみたいなやつですか。割とかなのか分かんないですけど、出勤するときにホテル街通って出勤するんだけど、まあ家が欲しいと思うんですけどね。うん、で、ホテルの看板にそう、女子会プランみたいな。へえ、ホテル出るってことですか。ちょ、待って、ゆうや本丹でサブタントホテルって誰？絶対それいない。いやいや待て、それは気まずい。サブタンいる人多分いないと思う。それは気まずい。パシャ行ったことないわ。なんでパシャからゆうや出てきたって。え、バリアンも入ってるんですよ。バリアン入ってるんでしょ。バリアンも行ったことないわ。あ、ゆうやの時は一緒なのよ、くご存知だよ。あ、分かるんだ。そんな遠くあるわ。まあ確かに、まあ白でって言われたらもうね、シャネルでもなんか、でも指名いただく以上やっぱなんか高いものつけて、まあそれに応えるって感じ、ね、やっぱしっかり身だしなみしないとね。そうですね、もうマッチョでムキムキでやっぱね、体からっていう。なんか今日もいろんな人がいるね。なんかちょっと待って、すごいなんかホテル、ラブホテルにいる人いっぱいいるね。いや今日もてか、この時間帯ラブホテルばっかなんですかね、逆に。いや、俺サブタンなの。え、誰？俺サブタン、サブタン俺誰？で、多分わかる、俺絶対いないと思う。絶対いない。え、俺なんか、まあ言い方悪いかもしれないですけど、結構ゆうやさんのお客さんってもう、ゆうやさん信者みたいな、だよね、多分感じが、うん、もう、ゆうやさん一筋ですみたいな人多いイメージなんで、僕だから、ゆうやさんがサブタンってイメージないですか。うん、多分ない、絶対ない。絶対本タン。嘘つき多いね、最近の人はね。まあね、ほんとにやっぱね、それはね、あれですね。もうちょっと待って、今日いや、もうすごいじゃん、あれってコメントすごいね。あれってすごい、ほんとにもう、ゆうやさんのサブタンとか。じゃあまた、じゃあ今日はちょっとイベントやろ、今日は。イベント、はい、鉄の指名の国で今電話するっていうイベントやろう。痛いの僕だけです、皆さん。痛いの僕だけです。マジか。まあでもそういうふうに言われても俺電話しちゃうけど、これ。皆さん、僕ちなみにこれ滑ってないですけど大丈夫ですか。うん、てか別にサブタンでも本当でもなんでもいいけどね。講座っていう家は関西じゃん。おお、俺サブ野郎って言われてる。もうね、家屋さんはサブ野郎。でもなんか先々週ぐらいからすごい悪口言う人がいるのが一人。え、でも逆にこう良くないですか。僕らもなんかこう返しがいがあるっていうか。まあね、うん、ありません。なんかあ、でもサブロー、そうそう、サブ野郎、そう、なんかサブ野郎って言われる。サブタン野郎、サブローって言われてる。サブロー。イヤさんこうやって返します。ちょっと今昇進中なんで、一回ちょっとその間癒やすためにタイミング、CM どうぞ。昇進してないわ。タイムどうぞ。最近どうよ。先輩のサポートマジヤバくて指名取りに行ったし、チャイニングの時1万もらえたんで最高っす。え、指名取れた？取れたっす。これもロミジュリの環境のおかげです。俺たちってやっぱりロミジュリだな。
ほら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 、姫の愛とコメントするな、もう。いや、わかるよ、確かにかっこいいのは姫の愛さんもかっこいいよ。でもさ、うちで言ったらさ、やっぱ不動の番やん、夏木ゆうやさんだ。よし、いなくなっちゃったけどね。うん、いなくなっちゃったけど、やっぱりね、そこはね、姫の愛読んでるうちに無理、それは無理、無理です。愛くん、いやいやいや、姫の愛大、そうなりじゃないやん、うん、夏木ゆうやじゃないから。うん、逆や、逆ね、これ多分付け方間違えてるかな、それはね。いやいやいや、そういうのじゃないからね、もう、うん、すごい変な名前が聞こえてきた。いや、もうあのコメントで多分 CM で流れてるから、もう姫の愛さんのコメントもブワー来てますから。ああ、いいよ、縦のホストは。まあまあまあ、いや、もうなんでも、でも僕ずっとゆうやさん推してます。姫の愛さんじゃないけど、もう夏木ゆうやだと。まあでも有名な人だからね。まあ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 、うん、でも姫の愛さん、なんか福岡でしょ。ほんで、てかさ、てかさ、はい、コメント無視しすぎじゃない？嘘、僕結構あ、湘南美容ギフト来てます。待って、ドリームの次のイベント何って。お、ちなみに次のイベント、次のイベントは、どうする。あ、でもあれありますよね、料理イベント。イベント別にイベントないからね。え、そんなね、料理イベントあるの。なんか料理イベントつまんないじゃん。ちなみになんか近日料理イベントやります。イエイエイ。やんの、どういうこと。聞いてないんだけど。ちなみにその料理イベントにちなんでですけど、あ、待って、でも別に俺基本料理イベントはいつもあのオリジン弁当であのお惣菜買って持っていくから、いつも勝つんだよね俺ね。まあまあ確かに、ね、オリジン美味しいっすからね、ゆうやチームいつも勝つから。え、ちなみにゆうやさんってなんでゆうやチーム料理イベント勝つか教えようか。うん、俺料理してないからね。改めて聞きましょう、うん、いつも料理作ってないから。それはどこから買ってくるんですか。大体なんかお惣菜屋さんで買う。大体オリジンで買うから。もう大体、うん、ね、それは勝つでしょ。それは負けんもん。なんでホストが料理しないわ。ホストはホストだから料理する必要ない。まあ間違いないです。え、皆さんちなみに自炊とかするんですか。絶対しない俺。絶対しないっすよね。いや、自炊なんてする必要ない。俺ゆうやさんなんか外食してるイメージじゃないですか。いや、でも自炊する料理できる男はかっこいいなと思うけど、まあでもホストとしては関係ないですけどね。なんか別に料理できないし、うん、だからいつもあのオリジン弁当とかあのスーパーで買います。僕は料理イベント間違いないです。もう料理イベントはシャンパンの数じゃん。いや、それ間違いないけど。ナイキさん見てますか。ナイキさん見てますか。ラブグループのナイキさん見てますか。僕料理イベントいつも裏技使うんで聞いてますか。お惣菜屋さんで買ってますって。僕あの料理しないんで、夕焼チーム料理してないんで。え、あれってあの一人一品みたいな感じなんですか。でも証拠ないからね。まあ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 、俺が作った、そうですよね、証拠ないから。あの、例えばゆうやさんが言ったとしても実は作ってるかもしれないし、ね、そうそうそう、僕が作ってるかもしれないし、証拠ないですから、もうそれは、もうそれはもうそうだよ。でもまあ近々やるみたいなんで、まあ、でもなんか料理イベントっていつもあのチームに分けるよね。あの、あれ何グループぐらい分かるの。3チームぐらいに分かれて、3チームぐらいね、3チームのあの代表がいて、はいはい、で、あのチームごとに料理を作って。え、それって、うん、あのなんかどっかで僕料理イベント探したことないんですけど、うん、どういう感じなんですか。こうみんなで作ってそれを一品持ってくるみたいな。そうそうそう、営業前とかにみんな早起きして。あ、そういう感じなんや。料理作って、で、あとはまああの指名本数とかでポイント制で、あー、じゃあ指名できた数でポイントを足されてみたいな。負けたら罰ゲームみたいな。あ、なるほどね。ちなみにあのマスクの寮です聞いてますけど、僕も家さんも寮じゃないです。うん、家さんはすごいいいとこ住んでますけど、僕はもうあのいいとこじゃない。家賃7万円。いや、言っていいですか家さん。全然いい、それはいい。いいっすか家さん。家賃7万円だから。いや、なんか俺逆に家さんぐらい売れてて逆に家賃7万に住むっていうの、俺なんかすごいかっこいいなと思いますもん。ここなんかこう金銭が狂わないっていうか、まあ逆に金銭が狂ってるよ。いや、僕らあのある意味狂ってるかもしれないです。もうなんかこのネックレスだっていくらだっけ。え、これあの340万ぐらいだっけ。まあそのぐらいでしたかね、確か。このネックレスね、確かそのぐらいじゃん。高いよね。まあ340万か、まあ、4万かぐらいですね。高いね。確か340万か4万どっちかぐらいです確かね。
ハンバーグ食べた？あ、ハンバーグいいな。ハンバーグ？ハンバーグいいっすね。でもさ、作ってで、その日来てくれた女の子に全部出すわけですね。そう、あの、はい、料理イベントって3チームに分かれて、はい、チームごとで料理を作って、はい、でその日来店してくれた女の子にその3チームの料理を1品ずつ出すの。あ、そういう感じなんですね。で、女の子に投票してもらう感じで、で、まあでもね、女の子もまずいご飯食べるより、まあ、あのお惣菜アッパイですよね。ね、そう。まあでも俺が、あの、自分で作ってないっていう証拠を出してもらわないとこっちも、まあ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 、ちゃんとね、できないから。え、でもなんか、あれじゃないですか、実際、僕やったらなんですけど、こうなんか、ね、見知らぬホストが、うん、まあ、すごい言い方悪いかもしれないですけど、作ったご飯、まあ、例えば、あの、飯屋さん行かないですけど、仮にですね、仮に飯屋さんに、あの、指名の、まあ、キャバクラの指名の子がいたとして、が作った料理食べれますかって言われたら、食べれます？俺、キャバクラと風俗一切行かないから。あ、まあ、一切行かないと思うんですけど、仮にいたとして、まあ、その、そういう子たちが作った料理食べれます？食べれないです。食べれないですよね。俺、だって、おかんが作ったおにぎりギリですもん。でも、東新宿食堂のおばちゃんが作ってるご飯は食べれる、俺は。いや、美味しいけど。東新宿食堂は美味しいよ。いや、さん、美味しいけど、それはもう、ね、確かに美味しいですけどね。うん。やめしてるけど。やめしてますよ、一応してる。そう、まあ、ゆえさんに比べたら、あ、なんかセクシーな人がいる、来てますよ、コメント。誰やろ。泉くん、うまい。もう、確かに、泉さんなんか料理やってたんですよね。泉くん、うまいって書いてる人、絶対ドリーム来てる人。まあ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 、そうですね。なんなら一回食べたことある人ですからね。ね、絶対そうだね。あの、ゆえさんって全く料理しないんですか。しない、しない、しない。全くしないですか。できない。逆にだって、多分ホストなんてみんな外食でしょ。まあまあまあ、そういう意味ではありますけど、仕事終わって鶴とんたん行ったりとか、そう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 、まあ、あずし行ったりとかね、まあ、いろいろありますけど、ラーメン行ったりとか、ラーメン二郎とかね。しかもあれですもんね、飯尾さんのラーメン二郎リスペクトしてますけどね。ね、なんか面白い話ない。面白い話なんかないの。面白い話か、何があったかな。なんか面白い話ないの。逆になんかちょっと最近身の回りにあったこと、なんか皆さんコメントいただいたら、ちょっとそれに触れていきたいと思ってるんで、なんか、ゆうやサブタンって誰。逆に俺思いつかない。誰やろうね、絶対いないと思うんだけど。もう、なんかあれですもんね、ゆうやさんっていい意味でこうね、ゆうや強ですもん。カラオケしたら、あの、僕相当音痴です。ゆうやさん、僕、相当音痴です。やめよう、やめよう。あの、ゆうやさんが愛の塊を歌って、僕、あの、相当音痴なの、毎回こう、ちょっと恥ずかしながらも歌ってますけど、うん、ちょっと気づいてた。ちょっと気づいてました。ちょっと音痴なのかなと思ってた。僕、相当音痴です。ラストにちょっと一緒に歌おうって言って、あの、僕、うん、ちなみに言っときますけど、僕、相当音痴です。ちょっと気づいてた。ちなみに言うんですけど、結構音痴です。気づいてたよ。ちょっと、あの、練習そろそろしなきゃなぐらいで、うん、はい。ハグキさんって誰？ハグキさん。ハグキさんは出ないんだ。深夜じゃない。まあ、ハグキはそれか違う。ハグキさんって多分深夜でしょ。まあでも、ね、ちょっと訳あっていろいろ深夜さんはもうちょっと、ね、出れないんですかね。まあ、うん、まあ、ゲストで呼ぶのかもしれないですけどね、ゆうやさん。まあ仲いいですから。うちの店飛んだね、深夜ね。気まずい。まずい、気まずい、気まずい。でもなんか僕の指名の子にね、外でね、会って、あの、家来たらって言ってるらしいからね、深夜ね。いや、ちょっと、あの、いろいろ気まずいです。まあ、爆弾ではないけど、ちょっと、まあ、まあ、一応お店離れてるんで、爆弾じゃないですけどね。なんか、あの、同じ歌舞伎町で働いてるんだから、まあ、そういうことはやめてほしいかな。あ、でもやっぱゆうやさん、あれ、あ、しやさん、しやさんですよ。深夜さん、やめないほしかった。まあ、まあ、お店を辞めるのは個人の自由だけど、まあまあ、まあ、ちょっと人の指名の女の子に外でちょっと絡むのはやめてほしいかな、ちょっとね。まあ、ましてね、結構ね、あの、ゆうやさんが面倒見てたっていうか、うん、あれじゃんね。まあ、いろいろ情報は伝わるから。やっぱ歌舞伎町広いようで狭いですからね、かなり。やっぱその、俺らもさ、お店辞めてもさ、辞めたら辞めたら別に外ですれ違ったら久しぶりって話したい。まあまあまあ、あの、おお元気してるみたいな感じですね。そうそうそう、それが一番いいよね。いい辞め方をしてほしいよね、なんかね。まあ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 、やっぱそういう感じになるよ、やっぱ。まあ、やっぱね、うん、それは大丈夫だと思います。さすがになんか俺の指名の子になんか家来ないよとか言ってほしくないよ、俺は。
そうですね、うん、情報は伝わってるよ全部。メッセージ生活です、うん、メッセージ生活です。俺の指名の子に俺のうち来いよとかやめてほしい。それはちょっとショックだな。ちょっとあれですね、メッセージ性があるある。メッセージ性のまあ多分まあ、まあ、多分わかんないです。今お嬢さん見てられてるのかな、わかんないですけどね。でも辞める人は辞めるしね。まあ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 、みんなそれぞれ人生あるし、そこから早かったですかね。それはね、まあでも元気にしてもらえてればまあね、まあたまにこうシャカレースがちょっと聞きたくなりますけどね。ちょっとバカにしてない。え、しゅ、それは悪い。え、それは悪いですか。あのじゃあ、あの人間と天使のハーフミケルです、ちょっと聞きたいなって思うぐらいですよ。はい、ね、まあそれはありますけどね。はい、シャカレースさんはもうほんまに。でもさ、すごいさ、思うんだけどさ、深夜のコメント多いんだよね、はい、昔から。深夜さん、どうしたのみたいな。そうそうそう。まあでも、なんかああいうなんすかね、こう、ワイワイ系ってやっぱいてくれるとやっぱその場、いるだけで盛り上がりますから、ね、うん、でもすごい面白かったよ、俺は。え、なんなら俺すごい、やっぱ一番でしたよ、かあー、あの、ゆやさんのっていうイメージやったんですよ。一時はもう髪型も真似してこう、接客スタイルを真似してみたいな。なんか面白い話ないの。面白い話なんかないの。そうやな、面白い話で言うたら、まあ僕が最近目がめちゃめちゃ腫れてるって話ですかね。なんでか分かんないんですけど、僕早いね、今日言ってんの。いや、ほんとになんでか分かんないです。もう起きた瞬間にめちゃめちゃ腫れて、しかもあいつが僕と皆さん今日ベロベロでもう顔真っ赤っていうね。いや、別にそんな俺ベロベロじゃない。ああ、全然違います。そうで、いつもさ巻き込むのやめて。いや、あの、そう、俺一人で突っ込む怖いんでしょ。あの、誰かしらこう手繋いでしょ、一緒に行こうみたいな。全然ベロベロじゃないけど。あ、お前ですか。全然そんな。あー、すいません、なんか完全僕も巻き込んでましたね。変な知らないバーで飲んだからベロベロなんでしょ。いや、あの、ちょっと俺と一緒にしないで。あ、ですよね、いやさん、そう、ね、変な、そうでしょ。いや、ドリームの横の変なバーで飲んでたでしょ、さっき。あの、まあドリームの横って言っちゃいましたけど、から言うんですけど、遊びっていうバーで入ってた、あの、お声現在でちょっと一緒に。俺飲んでないから。もうベルブレス、僕はもう巻き込まないって。いや、ほんとにもう久々に倒れそうになりましたもん。待って、アイムファンになりそうだって。いや、ほんまですか。まあでも、ね、家さんをまあちょっとメインでお願いします。また来週もね、あと4秒ね、あと4秒、ま、お願いします。